こんにちは、七色の扉です。今回はダイソーとキャンドゥでの購入品をご紹介します。最初はキャンドゥさんでバイカラーのトートバッグとポーチの3種類です。それぞれ110円です。すべてポリ塩化ビニルのバイカラーで、6アイテムあるうちの4アイテムです。他にもフラットポーチとミニショルダーバッグがあるのですが、すでに品切れていました。カラーはアイボリー、グレー、ブルーの3色展開で、私はアイボリーとグレーを買いました。すべてにゴールドのロゴが入って、さりげなく可愛いです。トートバッグはアイボリーの組み合わせで、本当はグレーがあればと思っていましたが、グレーが一番人気のようで、それも品切れていました。サイズは持ち手を除く高さ225mm、横幅 280mm、マチ 120mm と一見小さい印象ですが、マチがしっかりあるので見た目より中は広いです。夏のどんなコーディネートにも合いそうですし、サブバッグとしても活用できると思います。こちらはクリアポーチ M です。前面と後面の一部がクリアタイプになっています。落ち着いたカラーで大人っぽさがあります。サイズは縦 130mm、 横幅 190mm、 マチ 45mm なので、メイクグッズをたくさん持ち歩く方に便利です。こちらはスクエアポーチです。デザインは先ほどのポーチと同じです。縦横ともに 100mm、 マチ 40mm と先ほどのポーチと比べるとかなり小さいですが、小物を収納するのに便利ですし、ミニバッグの中に入れて持ち歩くのに良さそうです。そしてこちらは船型ポーチです。船型は他のグッズと比べるとクリアの部分の範囲が大きいように思います。サイズは縦 100mm、 横 150mm、 マチ 40mm で、映像には大きく映るかもしれませんが、手の上に乗るほどの小さめなサイズです。なのであまり多くのものは入りませんが、この程よいミニ感が使いやすくもあり、可愛さもあります。これらはポリ塩化ビニルなので、摩擦や水濡れで色落ちや色移りする場合がありますので、ご注意ください。前面がクリアの PVC グッズも可愛さがありますが、バイカラーになるととてもおしゃれになる PVC トートバッグとポーチです。次はクラフト修正テープです。110円です。今回はこの修正テープを買いにキャンドゥさんに行ったのですが、久しぶりに行くと可愛いグッズがいっぱいでした。こちらはクラフト用なので、要するに茶封筒の書き損じの修正に使えます。クラフト封筒に白い修正テープはあまりにも目立つので、使うのに抵抗がありますが、これなら目立たないので使えそうです。テープの幅は 5mm、 長さは 8m の使い切りタイプです。修正テープは使っているうちに中が緩むことがありますが、その時はコインなどでダイヤルを回し調整することができます。使用の際には無理に力を加えると先端部の破損やテープの緩みの原因になりますので、ご注意ください。頻繁に使うことはないと思いますが、一つ持っておくと便利なクラフト修正テープです。次は淡雪桜の角深皿と丸皿の台です。それぞれ110円です。これらは新商品なのかどうかはわからないのですが、前回お店にいた時にはなかったような気がしますので、勝手に新商品と思い込んで買っています。私は赤に弱いですが、赤いお花のお皿は100均では見ないような気がして、私にとってはとても新鮮に思えました。要するに私にとってはドツボのお皿です。淡雪らしく白い点々がたくさん描かれています。この赤と緑とのデザインに茶色の縁のインパクトが強くて、100円には見えないちょっと高め感があります。角深皿は縁の部分の波打ったデザインが可愛いです。サイズ記載はなく自己測定になりますが、
縦横ともに 11.8 センチの正方形です。丸皿台はこんな感じで、きっちりとした丸ではない点にもちょっぴり高級感があります。サイズはこちらも自己測定ですが、14センチプラスマイナス1から2ミリぐらいあります。これらはともに食洗機、電子レンジは使用できますが、直火やオーブンは使用できないのでご注意ください。このデザインは他にも小皿や豆皿がありました。淡いカラーの食器が多い中で、赤い花がひときわ目を引く淡雪桜の角深皿と丸皿です。次はミャオシリーズのクリップ付きコーヒーメジャースプーンと茶こしです。それぞれ110円です。どちらもホワイトとブラックの2色展開です。コーヒーメジャースプーンはクリップ付きで袋の口に留められるようになっています。スプーンは計量できるよう内側の5ミリの位置に線があり、すり切りで15ミリになります。クリップの表と裏の肉球は猫好きにはたまらないデザインです。こちらは食洗機や乾燥機の使用は NG です。茶こしの方は顔と肉球のデザインです。肉球部分は茶さじで引き抜くことができます。茶さじ1杯は 4g です。私はお茶は急須を使い、紅茶は面倒な時に茶こしを使っています。茶こしの口の部分の直径は自己測定で6センチですので、それ以上の湯飲みに対応します。可愛さだけではなく茶さじもついているので買った茶こしです。次は冷凍庫用脱臭剤です。110円です。活性炭が入ったもので、炭のパワーで消臭するものです。我が家は冷蔵庫よりも冷凍庫に入っている食材が多いので、スリムなものを選んでしまいがちです。内容量は 26g でとても軽く、手の上に乗るサイズ感です。使用の目安は冷凍庫100リットルまで、使用期限は開封後約6ヶ月と長いです。使い方は外側のフィルムを剥がして冷凍庫に置くだけです。こちらは自動製氷機の氷が落ちてくる場所への設置はできないのでご注意ください。場所をあまり取らず、しかもリーズナブルな冷凍庫脱臭剤です。次はクールタオルです。110円です。私はピンクと紫の小花柄を選びましたが、同じデザインでブルーもあり、他にもクレヨンしんちゃんやマイメロなどキャラクターなどもいろいろありました。おそらく皆さんもご存知かと思いますが、水で濡らして絞って振れば冷たくなるものです。このカラーの組み合わせは私にとってはツボで、迷わず選びました。サイズは100センチ ×20 センチです。こちらは速乾性がありますので、首にかけているうちに乾燥すればまた水に濡らして振れば使えますし、洗濯後も乾きが早いのがありがたいです。材質はポリエステル 100% です。洗濯は手洗いで、タンブラー乾燥はできませんのでご注意ください。私は首に巻いて外出することはないと思いますが、庭仕事など外で作業する方にとってもおしゃれに使えそうなクールタオルです。次はアクリルタンブラーです。110円です。デザインは数種類あり、マルチカットのデザインを選びました。外側はスムーズで、内側がマルチカットされていますので、ガラスのように綺麗で涼しげです。アクリルなので軽くて透明性に優れていますが、熱に弱く傷つきやすいというデメリットもあります。容量は 380ml です。こちらは食洗機や乾燥機、オーブン、オーブントースター、電子レンジ、冷凍庫には対応していませんのでご注意ください。ガラスのタンブラーの代替として日常的に気軽に使えるアクリルタンブラーです。